一人二人と肩寄せ合って三人暮らしの一まず狭いながらも愉快なお部屋樽を知ってる一まず一まずのお部屋ミノモンタさん、今日は29日ということは、あ、ニックパークさんの日。フォレスト・グレミット最高。ニックパークさんは偉人やけど、29日はニックパークさんの日じゃないよね。毎月29日は肉の日。美味しそう。肉の日といえば、全国食肉事業協同組合連合会さんが行っているキャンペーン、お肉検定を開催してるという、あの全国食肉事業協同組合連合会さん。そして30日は肉味噌の日やんね。え、それは初耳。あ、わかった。29日と30日で肉味噌か。いや、そんな日はない。ないの。まあええわ。ところで肉の日とか聞いたらやっぱり焼肉とか食べたくなるよね。焼肉バイキングで食べ放題バイ桂雀三郎 with 満足ブラザーさん。食べ放題、まさにハッピーヘイブンパラダイス。お肉の焼ける音と香りって、なんか特別、テンション上がるよね。わかる。わかるわ。でも、そもそもお肉って、いつ頃から食べるようになったんやろ。人がまだ木の上に住んでいた頃には、木の実とか食べてるイメージやし。今から250万年前。氷河期が始まったことで森林が減り、やむを得ず肉食に移行したと言われている。野菜 is the mother of innovation。 つまり旧すれば通ず。まあ食べられる方からしたらこのろくでなしって感じやろうけど、肉に切れない。ろくでなし by 沢田健二さん。え、肉が肉でない、それはろくでもない。そんな話は勝手にしやがれ。お肉の歌といえば筋肉マンのあれ、筋肉肉肉肉18。みか姉さん、その答えは18ちゃうで。え、肉18ちゃうの。尋常小学校からやり直さないと。じゃあ 2×9 はいくつなん？肉肉肉肉はジューシー。ラララララ。